ました。ということでですね、TJ スーパーストア、入間店の下にありますゴルフパートナーのアウトレットにお邪魔して、3万円以下のドライバーを選んできました。とりあえずですね、この3万円以下のドライバー、そしてもっと別にですね、8本、8000以下のドライバーも選んできました。果たしてその8000以下のドライバーはこの3万円以下のドライバーに勝てるのかというところも含めまして、とりあえず今回はこの僕が選んできましたこの3万円以下のドライバーの実測じゃないんですけど実弾をしてみたいと思います。はい、はい、じゃあそれではじゃんじゃんやっていきましょう。3万以下って言ってもね、本当に3万円のドライバーって結構少ない、うん、そうですね、だからやっぱこういうふうに35,900円みたいなのが3万円になってたりするんですね、うん、アウトレットだけあって、まあ、そういう感じになってます。じゃあまずこのエピックからいきましょうか。まずはエピックです。おお。どうですか。はい、ボールはちょっと練習ボールなんで、はい、ブリヂストンのね、はい、練習ボールでございます。はい、ヘッドスピード、ヘッドスピード 44.1、うん、ボールスピード 65.3、スピン量が2070でキャリー223、トータル260でございます。ミート率 1.48、まあまあだよね。まあまあ、しかもそれスピーダーがかかってるでしょ。はあ、スピーダーの S シャフト、うん、スピーダーのエボ5ね、はい、今267飛んでます。うん、267、267。ヘッドスピードどんくらい出てる？ 45.7 です。ミート率 1.45、はい、おー、なんか打感がめちゃくちゃいいよ。ちょっとスピン入っちゃいましたね。3040、うん、思い当たる節あります。うん、258.1 です。うん、269.4、はい、まあ暫定1位、暫定1位、はい、269.4。これエピックもうちょい見たかったな。あ、はい、うん、そう、エピックサブゼロ、エピックフラッシュのサブゼロんかな、普通のエピックフラッシュかサブゼロですね。はい、はい、では元に戻しやすいように。まあ結構新しいもんですよね。そうですね、言うてそれが3万円で買えるんだ、言うてね、あのスピーダーが入ってて269ね、はい、269.4 です。はい、11,980円、ロケットボールス、ロケットボールスステージ2。これもね、なかなかいい顔してたんだよね。シャフトは純正の S ですかね。そうです、三菱の。はい、これのね、スリーウッドが飛んだの動画は、あ、今なそれ何だったっけ、269.4 です。まあ、練習ボールだから。さあ、クラブスピード 46.5、 ボールスピード 67.5 のトータル260です。スピン量がちょっと3400。じゃあちょっとドロップ目に打ちますよ。ちょっとやっぱ、おお、どう？ 267.3 だけどスピン量が2700も入ってですよ。あ、ボールスピード 66.7。 あ、測れなかった。ちょっと音がすごいな。あ、もうナイスショットよこれ。265.3、ちょっとスピンが3200入っちゃってるけど、なるほど、ボールスピード申し分ない。じゃあこれロフト立てれば いけちゃうかな。立てれるのそれ。うん、二目盛り立てました。二目盛り、はい、よし。さあ、あ、これは飛ぶわ。
ピード 67.6、うん、出た 272.8 お、いったねまだでもスピン量2800ありますからね。いったねよし、ちょっと待って、3万円のエピックが超えちゃうの？超えちゃったね、超えちゃったね。いきなりそんなことが起きるの？超えちゃったね。いや、エピックも、うん、ロフトやれば行くよ。え、今270何？いや、ま、今272.8です。 272.8？ さあ、エピックもついにロフト建てました。何度建てました？1度。1度、まあ、そうか、普通のやつは1度しか建てられないですね。そう、あ、これは多分飛ぶ。あ、これいったわ。でも気持ちいいもん、打感が。でもまだ勝てないですよ、269.7。そっか、まあちょっとトップ目だから。ボールスピードは速いです。お、ボールスピードも、おー、出た 275.4。 1位だね。スピン量が1860台、これもうほぼ最適なんじゃないですか。うん、うわ、それやられたらちょっと無理だね。やっぱりさ、ずるいのは最近のクラブにはこのカチャカチャがついてる、これちょっとずるいよね。ロフト立てれますからね。うん、じゃあ BRZ が自転 RBZ ね。 RBZ、 はい。さあ、グレートビッグバーサアルファですね。じゃあちょっとこれも立てるよ。もう最初から立てちゃう。最初から、やっぱ純正の9度だとちょっとね、うん、僕の場合ロフトが寝ちゃってるんですよね。僕、あ、これマイナス1になってるわ、最初から。マイナス1。あ、D のマイナス1だからアップライトになっちゃってるんで、スタンダードのノーマルの、ノーマルのマイナス1にします。さあ、グレードビッグバーサーでございます。はい、はい、こちら。おいくら？はい、1万円切っとるやないかい。そう、さあ行ってみましょう。はい、まあさすがにこれ3万円のドライバーに勝てないでしょうと思うんだけど。いや、面がさ相当いいよこれさあ、ナイスショット、超えた。え、 275.6 超えたの。はい、ボールスピードももう1位、 69.1。 やっぱそれ飛ぶんだはい、もう超えた超えた、一発で超えちゃったよ。うん、もうちょっと今ナイスショットだ、はい、すごくない？エピックさんお疲れ様9000円だよ。うん、はい、続いて M2。 M2 ね、いくら？ 11,980円。はい、カチャカチャついてます。もうこれも立てよ、立てようか。うん、立てよ。あ、俺のあれ持ってくる、この間せっかくいただいたあの簡単に回せるやつ、キラキラってやつこれも2メモリ立てました。多分ね、はい、3メモリ立てるとやりすぎなんですよ。よし、さあ M2、 2代目 M2 です。あ、なんかシャフトもいいな。 280.5、 1位。お疲れさん。嘘でしょ、ビッグバーサーお疲れさん嘘、やっぱり M2 飛ぶんだよ。ちょっと全く予想できない展開になってんだけどなんで一番最初にエピック打っちゃうのと思ったんだけどあ、そう動画的にはめちゃ面白いじゃない
現在の1位、はい、1位、どっか ここら辺にどうですか、チャンピオンシート、ちょっと見えないかな、うん、なんかわけわかんない世界になってきちゃったな。じゃあ M2、 次は M5、 はい、これもまた3万円のドライバーですよ、はい、ギリギリ3万いくらのやつを、ね、3万8000円のやつを3万円までを下げてくれてるのね、はい、M5、 はい、ここも立てちゃう、はい、もうでまたそれ動かすところが多いね、そのネジで動かすところが多いけど、それはどうする、それはもう標準でいいっすよ、うん、これも2目盛りいきます、はい、暫定1位は2代目ムツの 280.5 ヤードです。67.1、 ヘッドスピードが、ね、一番出たんですけど、はい、67.1 の 273.2、 スピニア2310、ちょうどいいです。うん、やっぱりな 271.5、 やっぱり6つの方が飛ぶんだね、ちょっと面がちょっと普通だから、やっぱりさあ面がいいもん、やっぱりね、目がいいのしか選んできてないんですよ、うん、やっぱ M2 の面良かったですか、そうですね、ちょっと面見せようか、 M2 の、ああ、さあローグ、次ローグですね、ローグです、ちょっと待って、やっぱちょっと三脚があると見せづらい、うん、はい、道具19,000円、980円、やっぱりね、なんだかんだやっぱりロフトが立ってれば飛ぶんですよ、うん、皆さんも球の上がりやすい人は絶対ロフト立ててください、球が上がらないっていう人は無理にロフト立てる必要ないんですけど、球が上がりやすい人は絶対ロフト立てた方が飛ぶんで、やっぱこうやってやるとね、シャフトの振りやすさとかも、ね、意外と勉強になるというか、どう277.8、惜しいな、スピン量も2320です、 M2 は280いったんだもんね、はい、M2 208行きました、このね、やっぱローグはね、ちょっとだけスピンが入るんだよね、お、あれ284.7、え、いった、いった、今ね、ちょっとローグ超えた、超えましたね、すごい、マジか、超えたね、284、はい、284.7、超えた、1キュッパが超えた、そっか、個人的な M2 応援してたんだが、ローグの方が飛んだね、ローグ飛んだ、さあじゃあお疲れ様 M2、 はい、その M2 もなんかさ、シャフトが天性刺さってんだよね、そう、これ振りやすいんだよ、うん、トップ3ぐらい最後決勝やる、うん、さあ次、はい、RSF ですね、プロギア、はい、2017年モデル、16,980円でございます。これもやっちゃおうか、ガチャガチャ、ロフトマイナス1度立てまして 8.5 度にします。これも飛んだからね、うん、これも飛ぶと思うよね、去年の本気のドライバー探しね、はい、自分のエース探してる時に、はい、ちょっと上っ面かな、シャフトがちょっと合わないわ、これ測れなかったです、
計測エラー、シャフトがね全然しなんなくて、ああそれね、この PP、TP、うん、S なんだけど、お、来た 270.7、 まあスピンはね少ないです、1990、うん、279.9、 あー惜しいね、惜しい惜しい惜しいな、え、いや、トータルです、トータル TP TP 6S ですね、はい、ちょっとカッキーさんがちゃちゃ入れて、懐かしいなと思ったけど、あ、これあー、このヘッド初代のエピック、これローグって書いてあるけど、ローグスター、違うよね、これね、違いますね、うん、はあ、それ値、ね、札間違えてますかね、そこにも書いてるじゃないですか、はい、19,250円、19,250円、はい、19,250円でございます、初代のエピックね、エピック、うん、今暫定1位はローグですよ、こちらもローグと初代のエピックそんなに値段変わんないですね、そうだね、柿沼さん今でも使ってるらしいです、どれどれ、これそのヘッドに TP7S 入れて、 TP なんだ、 TP7S、 昔の人はシャフト重いねよし、はい、初代エピック青マナ刺さってますね、これちょっと飛びそうな感じする、あーちょっと重たい、なんだこれ、青マナですね、違う違う、なんかヘッドが重い、 276.2、 270.2、 重いっすか、うん、ちょっと重いな、これね、これ全部共通ですよ、これ何がこれ、ああ何が重りでも変えれるよってこと、ああ変えれるね、これちょっと変えたらちょっといいの趣旨がずれるかも分かんない、うん、さあピン、はい、G400 かかずてる道、はいはい、これもね3万円ギリギリ、37,980円から3万円になっているものです、はい、アウトレットはねあの3万円以下のものしか売ってないですからね、うん、だから高いものも全部3万円になってます、さあスピーダーが刺さってますよ、これも立てる、立てる、はい、さあ高級高級中国クラブ、さあ今暫定1位は、ローグです、ローグサブゼロ 285.4 ヤードかな、あどう、 278.2、 あー惜しいな、280.8、 惜しい、惜しいね、はい、3位かな、3位、うん、さあそれ絶対飛ぶと思って最後にしたでしょ、いやいやいやそうね、うん、逆転劇狙ってるでしょ、それ8900に勝ってほしいわけよ、あギリギリ8000以下じゃないんだ、そう8900円、グローレ初代ですね、はい、これがそれが285ヤード以上飛んだらやばいことです、はい、勝つのではないかという、ちょっとシャフトがさ、うん、純正ですよ唯一、なんかねテイラーは純正のシャフトのままいけるから、
ロフトを建てますよと。はい、ロフト建てました、さあどうなるでしょうか。あ、ちょっと上っ面かな。ちょっとスピン入りましたね、3810回転入って255.6、ちょっと天ぷらでした。あ、計測できなかったエラーです、ちょっとネックウォーマー。なんでこれ、ちょっとスピン入りますね。やっぱシャフトかな、それ。3360回転入ってます、ね、ナイスショットしない、ね、ダメか。うん、ボールスピードは 69.0 出てるけど、やっぱシャフト、うん、それってさ、入んないのかな、その M2 のシャフト。ネックは違うけどね。でもこれ2本目半額ってなってたからさ、だからいいシャフト入ってるやつを買って半額で組み合わせるっていうのはマジでありだね。そのためのあれじゃない、2本なんじゃない、やっぱ入んないかな、これと形状を一緒か、入んなかった、入んない、入んないですね、残念でした。なるほど、じゃあ残念、はい、ということで、はい、1位はなんとローグ。ローグね、ローグ、いや僕安定のローグだと思ってたんだけど、普通に3万円のドライバーが勝つでしょ、それやってさすがに思いましたよ。そうだね、いやローグが見事、はい、19,980円、はい、でございます。こちらが勝ちましたが、はい、次回は8000円以下で選んだドライバーとこのローグ対決させたいと思います。やっちゃう、やっちゃう、頑張れ8000円以下、はい、はい、ということで次回もお楽しみにって感じですね。はい、次回もお楽しみに。結構衝撃的なんだけど、これでも、うん、ね、これレンジボールですからね。レンジボールで285ですね。やばいよ、やばい。でもやっぱりあれね、 M2 も検討したし、うん、はい、 OK です。はい、じゃあ次回は、はい、ゴルフパートナーのアウトレットで選んだ8000以下のドライバー、はい、で、一番飛ぶものをまずは見つけたいと思います。はい、はい、それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。次回も楽しみに。